まあ、本日はですね、青木社長に来ていただいて、2024年のディスタイルの新製品、いっぱい持ってきてもらってるので、はい、ね、掘り葉掘り聞いていこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。すごいシリーズが出るのよ。はい、はい、今回。そうですね。で、今まで、エラ様って言ったらね、はい、まあ、ウク。そうですね、ウック、はい、うん、強い、はい、けど無味無臭そうですよ、はい、無味無臭ですよね、はい、無臭くんやったと思うんですけど、うん、はい、あのちょっとね、先ほども書かせていただいたんですけど、ショールですよ、ショール、はい、ということでね、まあ、あのまず注目の、はい、っていうか、もうインパクト大なんですよ。そうです。それは見た目でちょっと、まあ、インパクトが強いですけど、こちらからちょっと、はい、ええー、ですか。まああの、まあ、今、はい、館長、はい、紹介あって、まあ、いわゆるエラストマー素材なんですよね、はい、で、まあ、従来のエラストマーではできなかった、まあ、フォーミュラ、うん、まあ、匂いとか味で、あと塩、うん、でさらに硬さを調節できる、はい、エラストマーなんですよ。なんで多分普通にこうプッと渡すと、はい、多分ね気づかないですよ、普通のワームだと思うぐらい、うん、あの普通の本当エラストマーじゃなさそうな感じがあるんですけど、うん、実際こうビヨーンとそうね、はい、いるんですよ、はいはい、でまあこの素材を使ったまあ、実際でのワームのシリーズをデュラビティという、うん、デュラビティシリーズっていう名前で、今後出していきます。でそれの、まあ、今年、デュラビティシリーズで3種類、うん、出してます。でそのうちの一つがこれで、これはですね、まあ、今アメリカに行っている、はい、青木結衣がプロデュースした、うん、ワームです。一応ギーラカンスという、ギーラカンスです、名前で。ネーミングセンスが、ね、ネーミングセンスが彼はちょっと面白いんですけど、はい、ちょっとあの手に入れましたね、はい、まあかなり細かいパーツがいろいろついてるんですよ、うん、まあつまり普通のワームではちょっとこうできない、うん、要は耐久性で耐えられないような、ね、あの形状なんですよ。多分普通のワームで作ったらもうプチ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 切れちゃう、うん、で今これオフセット仕様になってるんですけど、まあ、いわゆるネコリグで使ったりしてもコイルなしでただピッとこうかけただけでも切れない、うん、もう思いっきり本当に、振りかぶっても切れない、まあ、素材が強いので、まあ、そういった感じで、まあ、この素材でこそできた形っていう、うん、でサイズがまあこれ大きい方で、まあ、こっちがちっちゃい、はい、方がある、まあ、一応、まあ、彼がいろいろ使い方いろいろやってるんですけど、うん、まあ、こういう本当にオフセット仕様でここに一応ここもねネイルを打てるように、入れられるようになってるんだ、はい、あの打ち込めるようになってます。で、うん、ここにネイルを打つことで、はいはい、姿勢を要はいわゆる普通の魚姿勢にしてやる。おー、でこう巻くとこうピロ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 、あ、この横に、はい、こう動く、あ、フックセットしても、はい、フックこうなってるけどちゃんとこうピロピロピロと結構追っかけてきて、で2段階アクションで結構ただ引くだけだとこう細かくピリピリ動くんですよ、ピリピリピリ、でそこから追っかけたり追っかけてきたりした時にこうぐるぐるっとちょっとスピード上げるとこういうピリピリっていう大きいアクションが変わるんですよ。だからこうピリ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 で逃がせて追っかけてきたらヒュッとこうちょっとスピードアップするとブルブルブルっていう大きいアクションが変わる感じの 2段階アクションになってます。はい、これ横に向くしこうやんねん、はい、まあ、やり方はなんで、はい、もうその人によって無限大ではあるんですけど、なんかでも発売されたらねみんな斬新な使い方を、はい、ね、はい、これは一つの、まあ、やり方、セッティング方法なんですけど、はい、川で調子いいのねいけそうなんで、はい、まあ、これがまず一つ、はい、続いてね、これもね普通のストレートワームじゃない、そのそれとじゃイボスっていう名前なんですけど、はい、ちょっと不思議な形をしてまして、うん、見て、まあ、イボみたいなやつ、うん、まあ
こういう面が面を面の部分とこう縦の部分とこう交互に、うん、なっています。でこれもデュラビティのシリーズなのでビヨーンとおー伸び伸びるんですけど、まあ、あえてこのストレートアームでこの浮力のあるエラストマー系を使っなぜ使ったのかっていうのは塩がまず入るんですよ。なので普通のエラストマーだとこう寝こりふにした時にこう多分そこついてこのままなんですよ、立っちゃうんですよね、浮力が強いんで。ただこのイボスはこのマックス塩入れられる量マックス入れてるんですよ、はい、マックス入ってるんでちょっと寝るんですよ。こうポンとついた後もこうふわーんとこう浮力があるのに重いっていう不思議な、状態になるんで、こうなんか勝手に漂ってる、沈みたがるんだけど浮力はあるみたいな、うんうん、なのでちょっとした水流とか、でもうかなり勝手に自発的に動いてくれるんですよ。でよりこうそれが出るように面がある部分と、こう交互にやってるっていう。でこれもやっぱり同じで素材が強いので寝こりぐり使ってもちょんだけでいける、チューブいらない、ありがたい、ありがたい、ありがたい、なんでめんどくさくあれをせんでいい、はい、あえての、まあ、この素材を使ったエラストマー系でストレートワンを作る、うん、まあ、釣り具屋だらしい、はい、いやすごいな、まあ、一応2サイズですね。ああ2つ、はい、6.5 と9、はい、あります。面白いんですよ、これは。これが大変、はい、で、もう一つ虫絵本です。はい、ディスタルといえば虫、まあ、虫、実は虫系はあるんですけど、はい、実は浮く虫がないんですよ、はい、沈みますからね。そう、浮く虫がなくて、はい、で、SVSB っていう、はい、まあ、シンキングする虫があるんですけど、はい、まあ、それを、まあ、それを浮かせりゃいいじゃんと思ったんで、うん、実はそれをエラストマで作ったんですよ。はいはいはい、そしたら全く飛ばないんですよ。は、実はあれってコアが入ってるんで、はいはいはい、飛ぶんですよ。でもう全然飛ばなくて、あ、これはそのままやったらダメだなと、うん、で、まあ浮くやつで新たにも作ろうと、うん、いうことで今回作ったのがこの虫エモン で、うん、でこいつはただの多分この状態でエラストマだと飛ばないんですよ、これも。でも塩が入るんで、これは塩が入るんで沈まない程度に塩を少し入れて飛距離をアップさせた感じで、まあこう投げるとちょっと足が沈んでるぐらいで浮くんですよ、このボディが少し出るぐらい、半分ぐらいこう沈んでる状態で浮くんですけど、まあ普通に引っ張ればこう足がビリビリビリと細かく動くんですけど、まあそれだけじゃちょっとつまんないんで、ドッグウォークさせたくて、まあ、頭にちょっとこう面を設けて、ちょんちょんちょんとツイッチするとこう横にこうあの首振ります、こうピキピキピキ、なんで普通にほんとゆっくりピキ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 こう虫みたいにもできるし、こう逃がすこともできるっていう感じになってます。今回のねこの3つ多分知らんとパッて渡されたらあワームって思ってしまう、うん、ねえ、うん、ほんまにそれぐらい触り心地が本当にエラストマー感がないんですよ。あの間違ってあのワームと入れないんで、ね、でもフッキングがいいようにちょっと、ね、折り目をつけたりと、ね、ほんまにワーム。でこれもやっぱ普通のエラストマーだと硬いんですよ。硬いですよね。そう、硬くなっちゃってフッキングが悪いんですけど、これ柔らかいです、まあ、素材あのその硬さ調節してるんで、なのこれもビヨンね普通のワームだなと思ってビヨンと伸びる、伸びると、はい、だからあのエラストマーの嫌なとこがない、うん、それがすごい今回のシリーズには。まあ、ちょんがけしても飛んでたんです。まずああそうか、うん、これもマス針、まあオフセットも使えますし、マス針ピッとかけてやっても、もうまず飛んでないです。はい、楽しいまあ、同じ流れで、はい、これがデュラビティシリーズ でこれは同じエラストマンなんですけど、あのデュラビティシリーズではない、いわゆる普通のエラストマン、またあったエミソン の、はい、エミソンのでかいバージョン、関西の人が嬉しいんだ、
それも多分去年で言うと僕が一番ルアパワーを感じたのはこいつです、ね、エビソンがもう圧倒的に。ただちょっと使い方が特殊なんで、うん、どうあのまあ基本サイズ違いで出してるんですけど、はい、まあ、エビソンの使い方をまだあんま分かってない人がいて、うん、基本これはもうあのジャークベイトだと思ってください。ジャークベイトジャークベイトだと思ってる。普通にあのまあもちろんこうちょこちょこちょことかやってもいいんですけど、ジャークベイト一番こいつがもう活躍するのもじゃバシバシやってくれ、もうバシバシ、もう狂ったようにバスにスイッチ入るんで、ほんとただ泳いでるやつがほんとバンバンってやるとバチッとスイッチ入って急に追っかけてくるんで。ほう、ちなみに青木社長がネイル入れてるのは、うん、だいたい 0.5 ぐらい、午前で超スローフォールですね。で、ジャックで、もうジャックうわパンパン、だからもうあの思ってる以上にちょっと違う、あの叩いてほしいです。違うかったかもしれない、うん、あの軽くてトンチョンじゃなくてもうバシバシってやってくる。じゃあね、バシバシトゥイッチじゃないね、トゥイッチじゃなくてじゃあね、じゃあほんと、いやモンドリュート出てきた。これを分かってる人はめちゃくちゃ釣ってるんですよ。分かってなかった分かってなかった、使い方教えてくれへんかったいや言ってるんですよちゃんと使い方教えてくれへん、うせやん。なんでこの、まあ、でかいバージョンももう同じくパンパンバシバシやってほしい。あ、そうなんや。で、まあ、ネイルの重さはあの、まあまあね、別に沈めても全然いいんで、ただもうバシバシやな。でかいのもバシバシ、はい、もうバシバシにするよ聞いたらちゃんとするから、ほんとびっくりするぐらいスイッチ入るんだけど、で、まあこれも実際といえば、はい、というまあビローラシリーズの、ね、シリーズ、まあビローラスイムベイト、まあこれはもうなんかすごい言われてて、ああやってる、いろんな人に、はい、作ってくれと、でまあ作ったんですけど、まあ、まあこいつに求めたのは就業力なんですよ。あの普通にこう引っ張って釣れるのはもちろんなんですけど、まあ、置いといたり、まあ、いわゆるちょっとまあテクニカルな使い方をしたいなっていうところで、まあ、こだわったのはこのテールで、絶対的にこうバスが名バスとかがこうしっかり寄ってくる、反応をめちゃくちゃしてくるテールアクション、まあ、かなり細かいんですけど、まあ、ビローラテールにしてます。でサイズ感ですね、一番こだわったのは、うん、あのこの手ってやっぱサイトとかでこうピュッと投げて置いといて出てくるんですけど、フッキングしないんですよ、うん、なかなか。で、まあちっちゃくしすぎると寄ってこないし、でかくしすぎるとフッキングしないっていう、そこをもうサイズをいろいろこう詰めてって、最終的になるべくこうバスがしっかり寄ってきてフッキングしやすいサイズ感にしました、うん、なのでちょっと小型なんですよ、うん、あの MH で投げれるぐらいのサイズ感なので、ただバスはバスの収穫力はもう半端ないですね。はい、で、フックもね、なんか、はい、で、ちょっと特殊なのは、一応これ今まだついてないんですけど、まあ、トリプルフックがここについて、でこの中の発泡、まあ、ちょっと今プロトなんでちょっといじってるんですけど、発泡の中にこうくぼみがあるんですよ、真ん中に、うん、なんでフックを収納できます。ここ、はい、で、まあ、サイドに一応こう貼り付けられるとこつけて、置いといても、はい、置いといても使える感じですね。はい、うん、これはね、小技がめっちゃ効きますよ。めちゃちっちゃいです。ちっちゃい、はい、まだちょっと名前とか決まってないんですけど、ちっちゃいプロップベイト、ちっちゃいプロップベイト持ちますもんね。そうで、ちっちゃいプロップベイト欲しかったんですけど、うん、でバスでちっちゃいプロップベイトってないんですよ実は、うん、あんまり、あ、ない。55クラスはあるんですけどなくて、じゃあ作ろうと思って、で作り始めたらなんでないのかが理由が分かって、難しい、あのそう難しいんですよ、うん、まさにあの要は面積が、うん、体積がちっちゃくなるんで浮力がどんどんなくなっていくんですよ。つまり早く、うん、あの沈んじゃったりする。でその浮力調整が、でこのプロップベイトってやっぱりゆっくりやるのが肝なので、うん、このちっちゃいボディで浮力をある程度保ちつつもゆっくり引けるものってないんですよ。で実際作ったらビューって沈んでったりして、そこがすごい難しいところだったんですけど、
まあ、しっかりこう浮力を持たせてゆっくり引いて一口で取らせられる。おサイズ感で仕上げました。一応似てる、はい、一応2つ、まあ、めちゃくちゃちっちゃい方と、まあ、少し大きい、うん、まあ、でもそれでも小さい、ちっちゃい、はい、まあまあ食わせ、はい、ほんと食わせの特化型ですね。これ今まあ撮影してるのが2月、ちょっと今月に、登場、はい、チリのちょっと棒ですね、じゃあ、はい、一口、まあ、これもやっぱり、はい、青木結衣のプロデュースで、まあ、一口サイズの、まあ、やっぱりワカサギちっちゃいのから大きいのはいるんで、うん、まあ、ローテーションで使える小型サイズですね。まあ、PE の このサイズ感なんで PE のほんと04とかで投げていくような感じですね、うん、で、まあ、これもやっぱり浮力を持たせるのが非常に難しくて、うん、まあ、70の方は愛が一応3つついてるんですけど、はい、これはまあ愛1つに絞ってやってます、はい、もうただ動かしてるだけでもいい。そうですね、あの基本置いとくだけです、うん、一輪ちょんちょんと動かして放置という繰り返しです、ね。まあ、一口サイズなんで本当小さいワカサギ湖にいたらかなりちっちゃいの食ってる時もあるので、まあ、ローテーションでこれはあの入れたいということ。すごい時代ですよ。はい、いやほんまにすごい。で、続きましてのロト、一応2つ出るんですけど、ブルートレックであのいわゆるパワーフィネスを、うん、まあ、スピニングでやってると思う、やっていたと思うんですけど、スピニングでやると、まあ、バスもやっぱ繊細になってきてるので、うん、こう、まあ、スモーラバとかそのネコリグとかをカバーに、はい、P ラインで入れてちょこ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 っと落としていくんですけど、要はスピニングでやるとパサ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 っとこう、まあ、絶対ね、はい、そうこういっててもヒュッ、はい、ヒュッってなってるんですよ。それで食わない、食わなくなってるっていうので、ベイトで PE でやる、ベイトでのパワーフィネス PE を使った。あれなんでスピニングだったやろって思ってますもんね、うん、まあ軽いんで多分無抵抗に投げられるんで、ね、ほっぽりやすいんですけど、うん、結局最近ってリールが進化してるんで、はい、めちゃくちゃ軽いのもベイトで投げられるんですよ、うん、でそこに目をつけて最近はもうだから結構スピニングレスでもうベイトに移行してきてるんですよね、みんな。うーん、これもやっぱりあの関東のリザーバーとかでそういう釣りをやってる、はいはいはい、あのうちのプロスタッフがプロデュースして、うん、短いのとちょっと長いのと、はい、ほんとペイ PE の1号とか 1.2 号とか 1.5 号とかで、いわゆるそのカルスモラバとかネコリグをぶち込んで、これが6号と、はい、6号と1号ちょっと今ないんですけど、はい、7フィートかな、7フィートが出ます。で、ビアコ、そうですね、これはもうあの西ドミシドーラ、はい、西ブルーズのもうビアコ繊維ですね、はいはい、これは6級かな、はい、まああのヘビーバーサタイルっていうイメージですね。ビアコでやる、まあ、ちょっと、まあ、ワーム系もまあできるしっていう、まあ、いろいろできるヘビーバーサタイル、うん、あこれがベイトとスピニングが、これは国産ウェイ、多分トルキーとかをやる系ですね。ビアコの、はい、フィニッシュ、多分ちょっと強いあのライトアクション、まあ多分ブルートレックではちょっとない、うん、ないというかあるけど、ビアコでやっちゃうとパワーが足んないよっていう、トルキーのおそらく 4.8 とかの猫をビアコ仕様で多分6ポンドとか、あちょっと5ポンドとか、はいはい、ちょっと強いフローでやれるロットですね。もうビアコ行かれる方、まあそうっすね、ビアコはやっぱネコリグはもう必須かなと思うんで、はい、絶対ですからね、はい、ぜひロットです。はい、でまあもう僕がまあ日本のトーナメントに、はい、また戻ったので、ね、ロットをもうやり直しですね。やり直しというか、まあだいぶ技術も変わってきてるので、うん、まあブルートレックとも別物でのハイエンド、うん、
ロトを今やっています。でそれのまあちょっとまだプロトー状態なんですけど、まあ、一応7フィートとあとベイヒットビーネスの69と、66一応この辺が完成しています。でこれはもう自分用です。もう本当に正直に言うと自分用でもう何一つ他人のことを考えずに作ってます。はい、もうハイエンドです。超ハイエンドですね。ハイエンド素材も、もう惜しみなくいいものを、もう全部使って、はい、使ってます。多分ね、待ってる人多かった。ね、キンキンです。あ、キンキン。キンキンです。はい、これ、今年中に。そうですね。何機種かは出ると、はい、いうことで、はい、まあ、一気にバンっては出せないんで、まあ、青木の OK が出たモデルからちょっとずつ出せたら、で、ラストはまあ、おかっぱりバッグですね、はい、まあ、随分作ってなくて、最近やっぱ、まあ、僕も陸王とかやったりするので、そうだね、おかっぱりだよ、まあ、荷物がちょっと最近多くなってきてるんですよ。いやいや、もうね、はい、絞れない。そう。で、絞れない。まあ、ちょっと今まで出してたものよりちょっと大型にして、はい、で、まあ、重量が増えても肩に負担がかかりにくい構造にしたりしてます。なので、まあ、まあ、シンカーとかを前にパパッと入れられて、で、めくって、まあ、中のスペースはもうがっつり取って、で、このめくった部分にも小物をこう入れられたりとか。する仕様になっています。はい、はい、まあ、ドリンク、まあ、かなり大容量です、うん、大容量じゃないかな。ちょっと最近、はい、本当に荷物多いんで、一回車にも取りに行かんなかったので、はい、恐ろしいことになったので、はい、という2024年リスタイルの新製品、はい、まあ、楽しみなものがめちゃくちゃ多いので、はい、まあ、出たらね、まあ、館長間違いなく使いまし、はい、発売をお楽しみ、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、よろしくお願いします。